12月22日稲沢市立オリズ保育園で出張バレーボール体験教室が行われました。この活動はバレーボールを通じて健全な成長と地域活性を目的に2021年10月からホームタウンの保育園11カ所で実施しています。コズコーチです。よろしくお願いします。はい、チームからはスクールコーチとウルド君が参加。準備運動から始まり、風船遊びでキャッチの練習やビーチボールを使ってアタックを行うなど、子どもたちが楽しくできるプログラムが組まれています。元気いっぱいの子どもたちで、すごい私たちもすごいいっぱい元気もらったなって思います。楽しかった人、はい、はい、楽しかったね。全部楽しかった。ウルノ君が寝てるとこ楽しかった。バレーボール好きになりましたか？はい、はい、好きになりました。私がこの活動していく中で思ったのは、こういつか日本代表の選手が出た時に、バレーボールなんで始めましたかって聞かれた時に、あ、ウルフドッグス名古屋のボール遊び教室でっていう子が出てきたら嬉しいなと思います。